可能性を広げて記憶に刻まれていく。潜り切ってやり切った感じが、とんでもないことやってるな。遊び心があって楽しいクリエーション。Round 4, third match. Avex Royal Brats versus Kosei 8 Rocks. Red Top, Red Top, Blue, 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 Blue. 僕は Kosei の勝ちにしてしまったんですが、本当にここはコースつけがたくて、Avex がTikTok とかでよく見るカウントだけの始まり方をして、あ、それできたかと思って、前々回の見せ方にすごく近い、ちょっとこうそういう見せ方かなと思ったら、今度はしっかり後半に向けてだんだん圧を出していくダンサーとして、ダンスで見せ切るっていうことをしてくれたので、作品としてすごく充実感もあったし、見応えもあったし、なおかつ手法も新しかったので、前に進んでるなっていう感じがしてすごく良かったです。で、後世の方はブレイキンをアフリカンで見せるっていうコンセプトだったのかなと思ったんですが、彼らってすごくブレイキンの実力がすごくありながらも、そこにとどまらずに常にそのブレイキン自体の可能性を広げていこうっていう姿勢がものすごく見えてて、なおかつもう見せ方も新しいし、実力もあって、おっと思うところは何か所も散りばめられてるっていう作品としてすごく充実感がありました。迷ったんだけど、なんかね、あんまり考えずに点数をつけていって、結局同点になって、で項目で後世が1項目多くて後世の勝ちになったんですが、本当にここはもう僅差、もう本当に僅差で、ただまあ全体的な圧だったりとか、ブレーキの可能性を広げてくれてるっていうのがすごくいいなと思ったので、ここは後世にしました。私は Avex Royal Brats に入れさせていただきました。まずそう Avex ですね、シンプルな動きで始まったので、あれ、またこれはあの以前のあの感じかなみたいなことになるのかなと思ったら、何とも言えないこう拍の取り方からきちんとダンスを見せてくれたっていうところで、振り付けの構成だったりとか、あとそのどうやって練習してったのかとか、もうそこもあのとっても気になるような、あのこう作品自体に魅力を感じて、拍を刻んでいるその本当にシンプルな作りが人の心に本当こう刺さる、記憶に刻まれていくみたいな印象的な作品になっているなと思いました。ルーティーンの揃え方とか、その角度だったりとか、もうどこまでもこうシンクロさせるってい こう意地というか、なんかそういうものもとても感じました。後世の方ですね、衣装とメイクとこう世界観を、こういうものを今回伝えたいんですよっていうのがすごくこう直球でまず伝わってきて、であと音とあの踊り出した時のイメージが、バッチリ合ってましたね。コレオの中でもっとこうスピーディーに展開すればよかったのになみたいなところの惜しさを感じてしまったところがあって、フロアに入ったりとかのその安定感とかっていうのはもちろんあるんですけど、やっぱそのスピード感がもうちょっとあったり、あとソロの持っていき方とかっていうのも、もう一個世界観を出しつつの何かがあったんじゃないかなっていう、なんかその惜しさを感じてしまったっていうところがありまして、ただ点数的には本当に僅差で、もうギリ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 で、あ、終わってしまった、勝敗がついた時に、あ、そうであったみたいな、私の中でもどっちが勝ったんだろうみたいな、なんかそんな感じのマッチでした。最終的にまあ、あの両方を思い返した時に、その本当にこう記憶に刻まれたっていう
ABEX の方にはその印象があったので、私は ABEX の方に入れさせていただきました。僕は、書かれるとロイヤルブラッツに入れました。のブラッツなんですけど、まあ、最初、あ、また、ズズの作品かなって一瞬思ったんだけども、声で麻痺していく感じ、広がっていく感じが、逆再生してからの展開がね、すごい面白くて、リズムのバリエーションがね、こんだけいろいろ幅が広く展開していくっていうのが、声だけでやってるから、やっぱりこう、シンプルだから、まあ、ぴったりはめてるし、ダンスにダンスが入ってくるっていうか、見やすいというか、もう声だけでいいんだっていうね曲作んなくていいんだっていうねでも今度そんだけでこんだけかっこいい作品作ってたねブラッツってすごいと思う本当に彼らのねワールドプラスね作ってる方の作品も素晴らしいしすごいかっこいいと思います。対する8-6 なんですけど今回はタイマーが抑圧からの解放スピリットエイトロックスすごいなんか最近こう変えようとしてるのがすごい見えててでも俺すごい結構良かったと思っててなんか彼らすごいタチューもまたねやろうとしてるしこうやって作品によっていろいろ演じたりする感じもなんか幅を広げようとしてる感じがすごい良くなってきてると思うんでなんか今回もどんどん試してる感じがすごい見えるんでブレイキンとアフリカンとか、ね、民族舞踊をなんかこうミックスしたようなデロックスもね、前はなんかグラフィティみたいな作品やったかと思えば、こんな気になってたね、すごいと思う。幅の広がってきてると思います。この感じを俺はなんかフォーカスして続けていってほしいなってすごい思ってて、なんかまたそうすると、彼らにとってもなんかすごい色々広がりが出そうな気がして、新しいエイトロックスの色もなんか出そうな気がするんで、良かったんだけど、でもやっぱりロイヤルブラッツのあのシンプルだけどどんどんドンピシャに潜っていく感じの潜り切ってやりきった感じがやっぱり、印象が強かったなと思ったんで俺はロイヤルブラッツに入れました。僕は ABEX さんの方に点数を入れました。まず ABEX さんの方なんですけど本番前の映像インタビューでまあ、ダンスはもちろんなんだけどこう音にも注目してくださいっていう風に純平くんが言ってておおなんか何なんだろうなって思ってたんですけどもう見てああそういうことかって思いましたね。こう裏切られました。もうちょっと長く見たかったなっていう印象がまず見終わった後にあります。このアイデアをなんかちょっと正直見終わった後になんでこれ思いつかなかったんだってちょっと悔しいって思うぐらいまあ裏切られたような印象がありました。これってまあクリエーションが個人的には一番こう目立つような作品だったかなと思うんですけどまあスキルの面でも例えばもういくつか下手で縦位置に並んだ状態からこうハンドウェーブっていうか止めながらですけど手でウェーブを通しながら横に移動していくところとかあとの巻き戻し8-7-6-5っていうふうにその動きを巻き戻しながら行くあそこもすごい難しいことしてるし多分ダンサーから見てもすごいなんかスキル高いって思うしダンスやってない方が見てもすごいって思う章だと思うのでなんかそこのバランスというかなんか素晴らしいなと思いました。対する構成エイトロックスさんなんですけど今回はメンバーの勇気をまあ中心にしたまあ組み技がまあベースにあってでそのレベルの高さというかやってることとんでもないことやってるなっていう上手の方に勇気と両スピンがアクロバットで出ていってからの前面で4人のルーティンフットワーク床でフロアでやるルーティンがあったと思うんですけどそこのつなぎ方とかもめちゃめちゃスムーズで個人的にはすごい好きなポイントでした。まあ自分たちが一番こうレペゼンしてるジャンルというかに、まあ、何か他のものを混ぜる時に、まあ、今回で言ったらちょっとアフリカンなそういうのを混ぜていたと思うんですけどまあもちろんブレイキンに関しては何も言うことがないんだけど何か違うものを混ぜた時にまあ吉と出るか凶と出るか今回はちょっと自分たちのブレイキンのスタイルにはうまくはまってなかったかなっていう印象があります。最後に B ガールのココア
がこう飛び込み前転で前に出てきたところがあると思うんですけど、まあ、もちろんちょっとミスってもその後のポージングというかに繋いだのはさすがだなっていう印象ではあるんですけど、まあ、ちょっともったいなかったな。 ABEX さんの、まあ、先ほども言ったそのアイデア、ショーのアイデアっていう意味で、まあ、クリエーションで、まあ、コレオグラファーはもちろんですけど、あと完成度っていう部分でちょっとそこも、ABEX さんが勝っていたかなと思い、このサードマッチに関しては ABEX さんが勝ったという流れになります。私は ABEX ロイヤルブラッツさんに入れさせていただきました。この戦いは本当に本当に迷いまして、エベックさんは、まあ、ザ・ダンサーのこう練習風景のようなものをこうして作品として見せてくる、エベックスならではの遊び心があって楽しいクリエーション、そしてこうアイソレーションの使い方もそうですし、普通ではなくて一つひねって新しい発想で見せてくれるのがこうさらにこうダンスの可能性を広げてくれるんじゃないかなっていうので、新しいことに挑戦したエベックスロイヤルブラッツさんに今回入れさせていただいたんですけど、昴生さんも、まあ、ものすごく安定感もあってスキルもあって、クオリティも高くてすごくこうまとまってた感じがあったんですけど、やっぱりこうもう一つ新しいエッセンスっていうものが見たかったのかな、すごく良かったんですけど、その一つこのエベックさんと比べてしまうと新しいことを取り入れることがもちろん全てではないんですけど、少し新しいエッセンスが見たかったかなと感じました。なのですごく悩んだんですけど、 ABEX ロイヤルブラッツさんに入れさせていただきました。